はいそれでは本日は販売士に Q 平成28年第78回4の4番マーケティング販売促進括弧セールスプロモーションについて解説していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄に記載されてありますのでそちらからご覧ください次のアーカラオは競技の販売促進括弧セールスプロモーションについて述べている正しいものには1を誤っているものには2を回答用紙の書体欄にマークしなさいという問題ですまず、えー、問題に入る前にですね1番から4番のこのインスタプロモーションについて セールスプロモーションについて説明していきたいと思います。このセールスプロモーションの中にインストアプロモーションといって、店内で行う販売促進活動というものがあります。まあ、それとは別に外で行うものが、まあ、広告とかになるんですけど、チラシとかになるんですけども、このインストアプロモーションというのは、店内で行う販売促進活動のことになります。これは人的販売活動、そして非人的販売活動、この2種類に分かれます。まず1つ目の人的販売活動というものは、まあ、イベントとか消費者コンテスト、消費者教育など、 店舗の中でやるものですね。例えば、北海道店などのイベント、そして、抽選で景品が当たるキャンペーンなどの消費者コンテスト、そして、消費者教育ですね。ショールーム見学であったり、工場見学、あとは料理講習会など、このように人的に販売を行う活動が一つありますと。そして次に、非人的販売活動。こちらに関しては、サンプル配布であったり、あとはプレミアムプロモーションというものがあります。 まずこのサンプル配布というものはですね、まあ、安くて使用頻度の高い、反復して購入してもらえる消耗品などを、まあ、サンプルで提供して売り上げを増加させるということですね。試食とか、えー、化粧品配布になります。そして次にプレミアムプロモーション。こちらはですね、えー、顧客の買う気を起こさせるための即効、まあ、性を狙ったものですね。短期間に売り上げを増加させる手法ということで、まあ、簡単に言えば景品を上げますよということになります。このプレミアムプロモーションに関しては種類が、えー、あります。 これにはですね、添付プレミアムであったり、売り場プレミアム、そして応募プレミアム、えー、最後に、えー、クーポンプレミアムなどがあるという流れになります。そして、えー、今回問題で出てくるこの添付プレミアムというものはですね、景品があらかじめ商品に添付されている形になります。まあ、たパッケージの中に入っているパックイン型であったり、あとはパッケージの外に、えー、ある、えー、別に添付されているパックオン方式などがあるという流れになります。この添付プレミアムに関しては、まあえー 小売店店内のお客さんに対する忠誠心を高めることではなくて、メーカーとかブランド、その前に卸売りしている元の製造業者、メーカーやブランドに対する忠誠心、また同じやつ買いたいよと。例えば、カルビーのポテトチップスが、えー、イオンに置いてあったら、イオンへの忠誠心ではなくて、そのカルビーに対する忠誠心、スターロイヤリティを高めることにウェイトを置いているという流れになります。これが、えー、ザクッとした説明になるので、まずはこちらを覚えていただければと思います。では、えー この説明を踏まえて問題に入っていきたいと思います。あ、サンプル配布は使用・消費することで初めて特徴が分かる商品に適しており、一般的に使用頻度が高く反復購入される消耗品で行われることが多い。この問題は正解です。これはこのサンプル配布、こちらの問題になります。まあ、安くて使用頻度の高く反復購入される消耗品を、まあ、サンプル定義をして売り上げを増加させるという流れになります。え今回の問題も 一般的に使用頻度が高く、反復的に購入される消耗品で使われることが多いと書いてあるので、この1案に関しては正解です。それでは2番。消費者教育は、顧客の生活を向上させるための啓発的情報活動としての性格を持っており、具体的にショールーム見学、工場見学、講習会などが挙げられる。この問題は正解です。この人的販売活動の消費者教育に入るところですね。こちらに関しては、お客様の情報であったり、 まあ、啓発的な情報活動のためにですね、まあ、ショールーム見学であったり、あとは工場見学、まあ、料理講習会などを行って、まあ、お客様を教育していくという流れになります。これも、えー、人的販売活動の一つになりますので、この「い」に関しては正解となります。それでは3番、「う」。添付プレミアムは商品に添付されたクーポンを集めて一定、一定数まとめると、それと引き換えに景品を提供するものである。こちらの問題は間違えております。 この添付プレミアムというものはあら、あらかじめ商品がえに、えー、もう添付されているもの。これが添付プレミアムというものになります。えー、今回の問題に関しては、えー、何個か一定数まとめるとそれを引き換えに商品がもらえるという流れになるんですけども、これは、えー、売,り売り場プレミアムというものになります。なので、こちらの問題に関しては、えー、添付プレミアムのことを、えー、言っておりませんので、えー、このうに関しては不正解となります。それでは4番。えー、一般的に添付プレミアムは、小売店のストアロイヤリティの 向上を狙ってているここの問題はは間違えておりますこれはですれでねメーカーやブランドに対するストアロイヤリティ、忠誠心を高めることにウェイトを置いているという流れになります。なので、メーカーのロイヤリティを狙っているので、例えば、まあ、先ほども言った通り、イオンにポテトチップカルビーのポテトチップスが置かれていたら、このカルビーのポテトチップスは、 まあイ,オンイオンでの中性心ではなくて、カルビー、ポテトチップス、カルビーの会社の中性心を誓うという流れになります。なので、こちらの問題、ちょっと難しいんですけども、こちらを覚えていただければと思います。4番の絵に関しては不正解となります。それでは、5番を。景品類の上限金額は、特定商品取,特定商取引法によって規定されている。この問題は間違えております。 こちらは第5章の問題になるんですけども、答えから言うと、計、えー、評法の、えー、中に入るという流れになります。まずですね、今回問題に出てくる特定商品取引法なんですけども、これはですね、えー、どのような、えー、法律かというと、販売する人とお客さんがトラブルにならないための、まあ、法律になります。まあ、これはですね、まあ、お客さんが、まあ、無理やり、えー、販売する人に無理やり買わされたりするために、この訪問販売とか通信販売でトラブルになりやすい観点からお客さんを守るための法律。これが 特定商品取引法になります今回の問題に問われているこの景品,景品類の上限金額なんですけどもこれは不当,不当景品類および不当表示防止法という景標法といわれるもの,にものの中に入っています、まあ、ざくっと説明するとしょぼい商品を超絶よく見せないということになります景品の類景品の類ですねに関しては最高の額とか総額種類提供方法などをこの景標法で制限できるという流れになります なので、この景品類の上限金額に関しては、この最高額、この景標法の中に入っておりますので、この特定商品取引法の中には、ではないということになります。こちらも第5章で行いますので、こちらも覚えていただければと思います。5番の O に関しては正解となります。以上のことから、今回は、あ、いが正解で、う、え、おが誤りとなります。